こんにちは。富加タウン新都市計画に関するニュースをお伝えします。私たちが住む町富加タウン、ガソリンスタンドをはじめコイン洗車場、消防署に交番、それにセブンイレブンなどたくさんの建物があります。そしてついに富加タウンにトミカ55ハイウェイが建設されました。ハイウェイとは普通の道路よりもスピードを出すことのできる自動車専用道路のことです。信号や横断歩道がないので早く目的地に到着することができます。トミカ55ハイウェイもシューターを通過したたくさんのトミカが自動でどんどんビュンビュン走り抜けていきます。ロングタイプのトミカも走行し、その走る姿は迫力満点。プラレールに重なり合うような形で建設することも可能です。近い将来縦に並べることにより多くのトミカが走ることができるタイプや、各箇所にシューターを設置することにより遠くまで一気に行くことのできるハイウェイの建設も予定されています。またゼンマイで動くプレイチャージシリーズの建物も続々と誕生するとのこと。トミカ55ハイウェイをきっかけに始まるトミカタウン新都市計画、今後も動きのある楽しい街づくりが計画されています。以上、トミカタウンニュースでした。今後もトミカタウン新都市計画にご期待ください。それではまた。